吉田さん、じゃあ価値観について私もね、今回は2つほどお話ししようかなと思います。まず1つなんですけども、まあ、R34 をね、手放したからといって、そのドラマは終わるわけではないってことを、ちょっとね、恋愛に置き換えてお話ししようかなと思います。中学の頃好きだったあの子、高校の頃に付き合ったあの子、ね。もう今では全く接点がありませんけども、でもね、あの子と結婚したらどうだったかな、あの子と今再会したらどうなっていたかなっていうふうに想像することによって、そのドラマって続いてるんじゃないかなと思うんですよ。私のことで言えば、中学や高校の頃にね、ちょっとこう好きだったあの子っていうのは今でもその年齢のまんま頭の中にあるんですよ。だからもしかしたら再会したらね、ちょっとおばさんになってるなみたいに思うかもしれませんしね、ちょっと残念だなって気持ちに駆られるかもしれませんし、逆に同窓会なんてあったら、むちゃくちゃ変わんないじゃん、ますます素敵になったねみたいになるかもしれませんよね。まあ今こうやって話すことだけでも、その価値観ってのは変化しながら続いてるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。はい、ですんでね、こういったことって昔を思い出して浸るっていうのは誰にでもあることかもしれませんし、すごく楽しいことなんじゃないかなと。過去は無意味だって言ってね、切り捨てるのも一つの価値観ですよ。でもそういう人がいるっていうことを受け入れるのもまた価値観の広さだかなと思うわけですよ。でもう一つがですね、じゃあその整形の例ですよね。整形ってのは昔からその技術がない時ってのは、どんな顔で生まれようとどんな体で生まれようと、それが自分がもらったね、最高のプレゼントなんだっていう風なアイデンティティがやっぱり根強くあったと思うんですよ。だからこそそこから派生して、親からもらった大切な顔を体を変更していくなんて、傷つけるなんてっていう、こういう風な発想にもなりますけども、冷静に考えてね、意図的に美容整形で顔や体にメスを入れるっていうことじゃなくても、事故によってね、顔の形が変わったりとか、体がちょっとね、一部不具合になったりとかってもあるわけですよね。もちろん交通事故とかでものすごく大傷を負ったね、患者さんがね、お父さんやお母さんに、こう看病された時に、父さん母さんごめんねってこんな体になっちゃってみたいなね、自分のね、不注意で自分の体が傷ついたことに対して、お父さんお母さんがもらった自分の大切な体なのにこんなことしちゃってごめんねって気持ちはすごく貴重なことだと思いますけども、でも事故で体がじゃあね、ちょっと変更されちゃった、形が変わっちゃったからといって罪を負うのかって言ったらそうではないですよね。それに、美容整形などで自分のより気に入るようにね、お父さんお母さんにもらった素材をさらに生かしてもっと別の展開を考えていくっていうのは、まさにお父さんお母さんからもらった体をないがしろにしてるわけではないっていうふうな解釈も今はあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんお父さんお母さんからもらった体を傷つけないって価値観も、それはそれで素晴らしいと思いますけども、もらった体をさらにね、バージョンアップしてもっと魅力的になろう、そしてもっと運を良くしようって思うのも、実際にお父さんお母さんのもらった体、そういったものをないがしろにしてるっていう解釈に単純にはならないんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。でもやっぱり個人的な気持ちとして、自分の子供が例えばタトゥー入れたりとかね、なんかこう整形したりとかしたら嫌だなと思いますよね。だって結構気に入ってますんでね、私ね、自分が生まれてきてくれたその自分の大和くんのね、顔体結構気に入ってるんで変えないでほしいなと思いますよね。でもさすがにね、もしかしてものすごくブサイクに生まれてきたりとか、例えば世の中にはなんかそのいろんな症状で、まあ言ってみればあれですけども、妖怪みたいに生まれてくる子供もいるんですよ。表現としては適当じゃないかもしれませんけども、分かりやすく伝えるためにあえて言いますけどね。そうなったら本人にも不幸だから、生まれてきたもの全てを受け入れていけっていう風に十字架を背負わせるんじゃなくて、技術の力でなんとかなるんだったら、将来的には DNA の変更とかでね、理想的な見た目にできるわけですよ。そうなったら人目を避けて生きる人生じゃなくって、堂々とね、人前出て生きる人生っていうのも選べるわけですから、あくまで選べるんですよ。技術があってお父さんお母さんからもらったものが大事だから、自分はその技術を使わずにこのままね、堂々と生きていくんだって言ったら、それも尊重できるわけじゃないですか。でもこのままだったら私はちょっとね、素直に生きていけない不作ばっかりだから、もしかしたら良くなれるんだったら、自分の理想的な見た目になりたいってことだったら、それはそれで価値観としてお渡ししてもいいのかなと思いますよね。やっぱり人間って見た目にすごく左右されますから、見た目の価値観ってのは昔から変わり続けてますから、じゃあ平安時代の美人で生まれてきたからラッキーなのかって言ったら、今この平成の時代ではラッキーではないですよね、やっぱりね。昔の美人は嫌だよっていうのもありますんでね。
まあ本当様々ですよね。ファッションなら自分でいろいろと入れ替えることができますけども、こと自分の体とかになってくると、まあ、限界がありますんで、そこにテクノロジーってものが、美容整形ってものが発明されるのは、これは価値観が広がったってことで解釈できるかなと思いますよね。はい、じゃあ今回は以上のような形でございます。価値観広く持てればいいのかなっていうところでございます。